ます。星野リゾートトマムにやってきました。やっぱり外は気持ちいいですね。いいですね。ゆりえ、お、こっちこっちこっち、りんちゃん、いやもういいよいいいい、くつろいでますね。これね、牧草ベッドっていうんだけれども、はい、いや気持ちですね。ちょっと私もいいですか。あ、そうそうそう、ちょっと来て。え、こんなんでいいんですか今日。いや、そう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 。あー、ね、どう、気持ちいい。気持ちいいでしょ、ふわふわで。めっちゃふわふわ。2人が訪れたのは星野リゾートトマム。敷地内にはふわふわの巨大牧草ベッドがあり、のんびりゆったりできるんです。もう毎日ね、皆さん仕事だ、家事だ、勉強だ、うん、もういろんな日常に追われてですね、たまにはですね、こう密にならない外でやっぱりゆっくりしたいよな今回のテーマがそれなんですよね。そうなんですよ。のんびり星野リゾートトマムをくつろぐ休日ということで、まずはこの牧草ベッドから始まるということ。まずは寝ましょう。今回は星野リゾートトマムで1泊2日のんびり休日を楽しみます。働きたくないね動物、大自然、アクティビティで日々の疲れを癒しちゃおう。あ、気持ちいい。ビアガーデンだこれ今しか食べられない極上グルメを満喫。おものすごいですねこれ。おいしい。これ肉質が素晴らしいですね。おトマムの雲海を拝むことができるのか、早朝雲海チャレンジも。うわー